軍大明王は以前明王、鎌倉時代、13世紀、重要文化財、東京国立博物館像、内山永久寺旧像明王は、密教における御言格及び称号で、如来の変化にもされる。呪文を意味する。明王の、明は、本来サンスクリット語、で表し、知識、学問を意味する、一般的な名詞である。密教の文脈においては、 特に仏が説いた、真言、呪文のことを指し、民あるいは名主と勘約される。一般に、密教における、最高仏尊大美如来の命を受け、仏教に、未だ経しない民衆を経営させようとする役割を、担った、仏尊を指す。この御事とは、強豪難家な主情を教えに導く、役割を負っているため、強領民あるいは、強領隣人という名で呼ばれる。 あるいはすべての明王は、大日如来が仏教に消えしない、合情な民衆を力属でも消えさせるため、自ら変化した仏であるとも伝えられる。そのため、二つの教えに従順でない者たちに対して、恐ろしげな姿形を表して重複し、また狂気する仏として存在している。明王は、一般的に、天と名のつく天部の神々と同様に、 古代インド神話に登場する神々、特にヤシャヤシュラと呼ばれた悪鬼神が仏教に包括されて禅の神となったものが多いのが特徴である。明王はもともと古代インド神話においても天より高い見地に所在していた存在であることが多く、仏教に包括された後も天は二つの世界を支える趣味山という山の信号を主役割とし、明王は民衆の教養を 主とすると、その役割に違いが現れている。妙王は、一般的に奮度の層で火炎を背負い、髪は怒りによって、逆立ち、宝具や装飾品は極力身につけず、方位は片袖を破って動きやすくし、武器類を手に持った姿で表現されることが多い。ただし、孔雀妙王のような例外もある。奮度の層は単なる怒りを表現したものではなく、 等を表現したものであり、人々の仏性を開発し、あるを打つ力を持った、明王ならではのものである。これらのことから、天部に対して区別するため、明王部あるいは、奮土部と言われる。なお、明王には、女性尊もある。これを名妃と言い、チベット仏教では、男女の抱擁している尊像が多く参見される。日本には、奈良時代に明王に関する経典が将来されているが、 体系的に現代したのは、神言集計等では、空海、天台集計では、延賃以降、平安時代になってからのことである、明王のパンテオン。ありがとうございます。